皆さん、こんにちは。トシムです。今日の自主練では、ルシアンヌ・モワンヌのブルゴーニュルージュを飲んでみるよ。少し前に、同じルモワンヌのブルゴーニュブランを飲んでみたけど、かなり美味しかったんだ。だから、今日は同じヴィンテージの赤を飲んでみようと思うんだ。何年か前に、このクラスの赤と白を飲んだら、白の方が美味しいと思ったんだけど、今日はそれも検証してみるね。ことのないような香水のような妖艶な香りがするよ。熟成した時の妖艶な香りとは違って、若くて華やかな妖艶さを感じるよ。味わいはあまり甘みはなく、ドライな感じ。適度な渋みがあって、口当たりはいいよ。味に深みというか厚みはあまり感じないかな。2杯目になるとかなり濃厚な香りになってきたね。1杯目の香水系の香りから濃厚で甘いベリー系の香りが強くなってきたよ。これはなかなかいいね。単なるブルゴーニュ格付けのワインとは言えないレベルだね。もっとも値段は存命クラスだけどね。久しぶりにルモワンヌの赤を飲んだけど、やっぱり赤もいいね。白と赤どちらも美味しいよ。赤の場合、このクラスであってもやっぱり10年くらい熟成させた方が美味しくなるね。なんともいい香り。甘い果実や花の香水のような妖艶な香りがするね。昨日より香りは強くなってるよ。 AC ブルゴーニュクラスのワインでは嗅いだことのない香りだよ。味は昨日からそんなに変わらないかな。でも時間とともに香りは弱くなっていったよ。まあまあ良かったんじゃないかな。じゃあ今日の自主練はこれで終わりね。またね。